日本人の 90% は子音が弱い。英語が 70% ぐらい子音で構成されてる。自然とたくさんの息を使ってこう発音されてるわけです。で、それとは対照的に母音中心で話す日本人の英語は息が圧倒的に足りてない状態なわけです。タティトゥテトではなくて、タティトゥテト。トゥクックテンダーじゃなくて、トゥクックテンダー。Give me some tips to cook it tender.Hi, how are you? I'm Dr. Lee, Pronunciation Director, Dr. English. はい、どうも皆さん、こんにちは。Dr. English 発音ディレクターの Dr. Lee です。今回のエピソードでお話しするのはこちらです。日本人の 90% は子音が弱い。発音が3倍良くなる吐息のトレーニングということで、今回は子音にフォーカスするんですけども、とは言っても口の形とか舌の位置云々の話ではなく、息の使い方、こちらにフォーカスしていきたいと思います。これなぜかというと、日本人が英語を発音するときに圧倒的に足りてないのがその息なんですよね。なので、いくらこう舌の位置とか口の形とかが正しかったとしても、ちゃんとした音が出ないわけです。なので今回は、それぞれの子音のポジションに対してどのようにこう息を絡めていけばいいのかっていう、こういったトレーニングを、吐息を使って行っていきたいと思います。はい、それでは、日本人の 90% は子音が弱い。これの理由なんですけども、英語は子音中心の言語で、で、日本語は母音中心の言語だからです。で、子音っていうのは息をどこかに当てて出す音のことなんですね。で、母音はもう声そのものです。なので、基本的には子音は息が伴った発音、で、母音は声の発音。こういった違いがあるんですけども、これが日本語と英語でどのように違うかというとですね、英語は一つの母音が複数の子音にこう挟まれている。こういったことが圧倒的に多いんですね。英語を話す上で最も多く使用される、その基本動詞と言われるものなんですけども、例えば take、a という母音が t と k にこう挟まれてますね。make、a という母音が、m と k の子音に挟まれている。have、a の母音が h と v の子音に挟まれている。これで一つの音を形成しているのが英語なんですね。で、一方日本語はどうかというと、例えばカタカナ読みでテイク、テイク。このように日本語の場合は全ての子音に対して必ず母音がくっついてきます。テイク。なので子音単体で発音することっていうのはほぼないんですね。メイク、メイク。このように必ず母音が絡んでくるわけです。英語のようにクとかプとかこういった子音単体の音っていうのが存在しないんですね。必ず子音に対して母音が絡んでくる。なので音の割合的に英語が 70% ぐらい子音で構成されてると言われてます。で、逆に日本語は7割型母音っていう感じだと思います。なので日本語話者の場合は圧倒的に母音が多いことにより、その息をたくさん吐いて発音するということがそもそもあまりないわけですね。おさらいですけども、子音は息が口内のどこかに当たることによってできる音のことを言います。S だったら、歯に息が当たってる。TH だったら、で、ベロと、歯の隙間から息が漏れてる。T は息をせき止めて破裂させる。P は唇を閉じて破裂させる。で、一見息がそんなに絡んでないと思われている Y の発音でも、こういう風に実は息が絡むことによってできる音です。なので、year と ear、これの違いが生まれてくるわけですね。まあこれによって英語は自然とたくさんの息を使ってこう発音されているわけです。で、それとは対照的に母音中心で話す日本人の英語は息が圧倒的に足りてない状態なわけです。なので今回この息をどういう風に発音に絡ませていくかというトレーニングを行っていくわけです。で、この息の使い方っていうのは英語発音をこうクリアにするために必ず必要になってきます。子音を改善すればもっと通じるわけです。例えばネイティブの話す英語を聞いてると、特にこれは生で聞くとよくわかるんですけども、なんかシュワシュワシュワっていうこう吐息が漏れるような音、これがものすごく目立つんですね。で、この吐息の漏れ、これが英語の発音の輪郭を形成しているわけです。なのでこの息の漏れる音っていうのが弱いと、それだけ輪郭がちょっとぼやけた発音になるっていうことですね。で、まずはこうやって吐息をたくさん漏らしながら発音していくっていうイメージを持ちながら練習していただければなと思います。はい、それではここからエクササイズになります。吐息を漏らす子音エクササイズで、ここから摩擦音、破裂音、そして、L と R、 あと Y と、W ですか、このあたりまで、ちょっと網羅していきたいと思います。まずはコツなんですけども、子音部分を先取りして発音するということをやってください。まずは摩擦音からです。1番、S。S のポジションっていうのはもう単純にこう、歯に対して息を当てることですね。こう前歯を狙って息を当ててみてください。まあもちろん漏らさなきゃいけないわけです。
まあ、これを5秒ぐらいこう漏らし続けてもらって、でその次に C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  を3回繰り返す。で途中で息が途切れないように。でこの時のコツなんですけども、子音部分を先取りして発音すること。 C っていう風に子音と母音を同時に出す感じではなくて、子音がまず先行して、それから母音が時間差で乗ってくるということ。 C C C で、これを息を止めずに連続させると C C C。意外と初めてやる人は難しいと思うんですけども、挑戦してみてください。 C C C、 途中で絶対に息を止めないこと。で単語に発展させていきます。 Seem Seem Seem、 滑らかにつないでいくコツで、なおかつ子音を際立たせるコツは、この頭の S の音、これを先取りして発音すること。なので Seem の M が終わっちゃう前にも S を始める。 Seem Seem Seem、 M が終わると同時に、 M を発音すると同時にも S の始まりみたいな形で、どんどんこう先取りしていく。 Seem Seem Seem、 それでド頭の子音をしっかり伸ばしてあげる。時間差で母音を乗っける。これがコツです。Seem Seem Seem、 はい、この要領でフレーズを発音すると、 He seems like so sad。 He って言い終わる前にも Seems の S に入る。 He seems、 そういう感じで全部をつなげていく。 He seems like so sad、 He seems like so sad。 こういう風に発音すると、自然と子音の音が際立ってきます。子音の音が際立つと英語の発音の輪郭が生まれるので、それだけクリアな発音になるということですね。はい、今度は SH の発音に行きます。で SH の場合は舌を上に上げることで、このパッセージが細くなるので、ちょっとこうシャープな音がする。こういう感じで、これを5秒間伸ばす。で、シーシーシー、3回連続で息を止めずにやる。シーシーシー、はい、必ず子音を発音してから時間差で母音が乗ってくるようにする。シー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 、指がこっちに触れてるときはシーって子音の音のみ、こっちに触れたときに母音が乗る。シーシーシー、はい、子音母音子音母音って交互に発音していく感じです。一緒に発音しない。シーシーシー、これだと、日本語の発音になります。で今度はシート、これを3回連続で息を止めずに発音する。シートシートシート、これも要領は一緒ですね。指がこっちに触れてるときはシーンのみで、こっちに触れたときに母音。シートシートシート、で最後の T はかすかに発音すること。シートシートシート、はい、かすかに発音しないとこの頭の子音、邪魔されてしまいます。シートシートシート、はい、この要領でフレーズ発音いきます。 It's written in the second sheet、はい、second sheet、 こうやって子音を先取りしていく。 In the second In the second In the second、 はい、S を先取りする。で、シートの SH を先取りする。 In the second sheetIn the second sheet. It's written in the second sheet. どうでしょう？なんとなく分かってきましたか？はい、その次いきます。今度は V の発音です。V の発音というのは F が濁った音。なのでポジションは F と同じ。上の前歯と下唇の隙間から息をまず漏らしてみる。この時に口周りはゆるゆるにしておいてください。こうやって噛んじゃったりすると息が漏れにくい。なのでゆるゆるにしておいて息をたっぷり逃がしてあげる。でこの F のポジションに対してちょっと声を漏らしてあげると、っていう V の発音になる。ちょっと下唇が痒くなると思います。はい、これを5秒間伸ばす。はい、これで、今度は VVV、 3回連続発音するんですけども、要領は同じです。VVV、 はい、
子音出して母音出して子音出して母音出してって交互にやる。同時に V V V って同時に出さない。V V V こうやって吐息を漏らしながら発音していく。V V V はい、あの口周りをかなりこうリラックスさせてゆるゆるにしておかないとビッビッとこういう風に音が詰まるような現象が起きちゃいます。はい、そしたら visit、 これを、頭の V、 この間をしっかり取りつつ、3回連続で visit 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 visit、 もう visit の最後の T は V の始まりでもあるみたいな感じで捉えておく。 visit visit visit、 もうほとんど T は発音されない。どの位置に舌を行くけども、発音はしない。 visit 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 visit。 One of our friends will visit us soon. One of our friends will visit us soon. 大げさによるとこういう感じ。常に子音を先取りしていく。 One of our friends will visit us soon. One of our friends will visit us soon. はい、 One の W、 Friends の F、 Visit の V、 Soon の S。 こうやってストレスを置いていく、アクセントを置いていくところを、常にこう先取りして音をつないでいく。 One of our friends、 One of our friends、はい、長めに発音してあげる。 One of our friends will visit us soon. One of our friends will visit us soon. こんな感じ。はい、そしたら今度 TH の濁ったバージョンいきたいと思います。まず TH は歯があって舌があってその隙間から漏れる息、まあ、発音自体はこうなんですけども、これを声を漏らしながらやると These の、 あの濁った TH の音になる。でこうやってジリ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 ってこの辺で空気の振動が感じられるといいですね。はじめあの無声音でこうで息だけ出して途中からこうじわじわとこう声を乗っけていくとやりやすいかもわかんないです。絶対に息 の、 あの摩擦は止めないこと。これもあの前歯に対して本当にふわっとあの舌を添えるぐらいじゃないと、完全に当てちゃってるとで息が漏れないじゃないですか。なので発音が成り立たない、かなり弱くやること。でこの状態で VVV、 これを3回連続つなぐ。子音出して母音出して子音出して母音出して VVV、 はい、どうしてもなりがちなのが DDD ってこういう風に子音と母音同時に出しちゃうことが多いんですけども、 VVV こうやってずらしていく子音と母音を。で今度 These、 これを3回連続つないでいく。 Thesethese these 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 these、 はい、でフレーズ発音。 I'm just one of these people, I'm just one of these people, I'm just one of these people。 こうやってアクセントを置いている単語、ここだったら one と these と people、 ここらに置きましたけども、この頭のシーン w the p、こういう風に子音を際立たせてあげる。際立たせるために、ちょっと突っ込み気味に発音して、その分伸ばす。I'm just one of these people. I'm just one of these people. I'm just one of these people. そうすると自然と、あの、輪郭がはっきり生まれてきます。はい、そしたら次は破裂音ですね。破裂音はちょっと特徴があります。息をせき止めること。まず、そこから始まって時間差で母音を出すときにちょっと息を漏らしてから母音をこう絡めていくっていうような感じ。ちょっとやってみましょうか。まず T の位置なんですけども、舌をこう上の口蓋に当ててそこで息をせき止めておく。なので音は出さない、音は出ないですよね、せき止めてるだけなんで。はい、で母音が来て初めて T ってこういう風に破裂します。でその時のコツが T T Tこういう感じで、子音の位置にいるとき、子音の間自体はもう無音なわけです。ちちち、はい、子音の間っていうのはその息をせき止めてるだけなので、ちちち、はい。で母音を絡めるときのコツが、まず息をってこういう風に吐き捨てて、時間差で母音を乗っける。ち
ティティティ、こういう感じ。そうすると、より子音が際立ちます。っていうか、よりこう英語らしい T の発音になります。T、T、T ではなくて、T、T、T。タティトゥテトではなくて、タティトゥテト。こういう感じ。母音が乗る前にちょっとこう、吐息を漏らす感じですね。なので、やはり、ポジション取りっていうのはかなりゆるゆるの状態でやんなきゃいけない。口周りが硬いと、本当にカチカチの発音になる。ティティティ。で、この状態で、ティップ。これを3回連続。ティップ、ティップ、ティップ。はい。本当にこう、吐息を、吐き捨てながらやってください。ティップ、ティップ、ティップ。で、この頭の T だけはしっかりと息をせき止めて、その子音の間を作ること。tip, tip, tip. で、フレーズ発音にすると、give me some tips to cook it tender.give me some tips to cook it tender. こうやってアクセントを置くごとに、こう、破裂音なので、息がせき止められるので、ちょっとした間が生まれますよね。いきなり give me じゃなくて、give me。はい。Some tips じゃなくて some tips ちょっとしたこう給付を入れる感じなんですよね。 Give me some tips to cook it tender to cook it tender じゃなくて to cook it tender。 はい、こういう感じで、吐息混じりで発音する。 Give me some tips to cook it tender Give me some tips to cook it tender。 はい、こういうニュアンス。はい、その次 G です。はい、G、喉を閉めた状態で息をせき止めてる K のポジションと同じで、それの K の有声音ですね。なのでやっぱり音はしないですよね。喉でグッと息をせき止めてる状態、はい、これを作る。口は開いてる状態ですね。で、舌もまあチューブラリンの状態ですかね。で、母音を乗っけるときに初めて破裂する。ゲーゲーゲー。あ、容量は一緒です。もう吐息混じりでやってください。ゲーゲーゲー。母音前にしっかりと音をせき止めておいて、その子音の間を作った後に母音を乗っける。で、母音を乗っけるときに吐息混じり。ゲーゲーゲー、こういう感じ。ゲーゲーゲー。そうするとなんかほら、ギーギーギーっていう、こういう母音中心の発音じゃなくて、ゲーゲーゲー、ちょっとこう吐息混じりの発音になるじゃないですか。それが英語の特徴です。で、give。これを3回連続でいきます。give, give, give。で、give の最後の V のところはもう軽く、F のポジションに寄っていくだけ。あと、音はあんまり出そうと思わない方がいいです。はい、頭の音はしっかり出すけども、このケツの音はもう添えるだけ。give, give, give。give, give, give。で、この感じでフレーズにしていく。he must be gifted. he must be gifted to play.He must be gifted to play such a great guitar. はい、全部アクセントを置くところを破裂音で統一させてます。He must be gifted. はい、gifted の G、ちょっと、突っ込み気味に入ってあげる。He must be gifted. He must be gifted. He must be gifted. はい、to play. To が終わる前にも P のポジションに行っておく。To play. To play. To play. Such a great guitar. Such a great guitar.こういう感じ。He must be gifted to play such a great guitar. はい。ギターではなくて、ギターってこういう風に吐息混じりになることも忘れずに。He must be gifted to play such a great guitar. 続きまして、P です。P は唇を閉じた状態で息をせき止めてる。これが P のポジション。で、こうやって間を作る。で、今度、パー、アー、アーの母音、アッシュの母音。これを混ぜていきます。パー、ペーペー、これも一緒。 P が破裂して母音が乗るときにペーで、ちょっと吐息を漏らしてあげる。ペーペーペーで、パース、これを3回連続で発音する。パース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 の最後の T はもうその位置に、舌が行くだけ、ちょっと添えるだけの発音。パースパースパース。で、この要領でフレーズを発音する。I haven't done it in the past three years. I haven't done it. I haven't done it in the past two years.
in the past 2 years. はい、こうやって破裂音のところはもう間を作っていく。I haven't done it. I haven't done it. ではなくて、I haven't done it. で、咳止めてから破裂させる。で、破裂させるときに吐息混じり。I haven't done it. I haven't done it. In the past 2 years. In the past 2 years. In the past 2 years. ではなくて、in the past 2 years. こういう感じ。吐息を混ぜてあげる。はい、今度。CH の発音。このポジションなんですけども、C の発音あったじゃないですか。舌が浮いてるやつ。で、それを、浮いた舌を完全に上につけちゃったやつが CH です。なので、その状態、T の位置ですね、舌は。で、そこで、息をせき止める。で、この状態で、母音を、絡めていくんですけども、チー、チー、チー。これも一緒、母音が乗る前に、チー。こうやって一回、破裂させて、吐息を漏らしてから母音を時間差で乗っける。チー、チー、チー。チー、チー、チー。で、チーズを3回言う。チーズ、チーズ、チーズ。チーズの最後のズっていうのはもう軽く添えるだけ。チーズ、チーズ、チーズ。で、フレーズで発音する。Check this ham and cheese sandwich. Check this ham and cheese sandwich. はい。どん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 シーンを先取りしていく。Check this ham and cheese sandwich. Check this ham and cheese sandwich. それでは今度は即音。まあ、即音というのは L のことです。L ってこう、舌がこういう風になってて、その横から息が漏れる音なので、まあ、速度みたいな意味でこう、即音って言います。で、半母音、あ、まあ、半分母音っていうシーンですね。まあ、R とか Y とか W というのは母音の一部としても使われるからですね。はい。まずは L からいきます。L のポジションっていうのは、まあ、舌をこういう風に前歯の裏側につけて、で、その横から息を漏らす。うーって、こういう音ですね。声を漏らしながらやる。で、これら、即音と半母音に共通するコツとして、声と吐息を混ぜていくこと。うーこういう感じですね。L だったら。で、この状態で、レーレーレー。声を止めないこと。レーで、息の通りも意識しておく。レーレーレー。レーレーレー。で、この要領で、ラブラドール。これを3回連続でつなげて発音する。ラブラドール、ラブラドール、ラブラドール。ラブラドール、ラブラドール、ラブラドール。うちの犬、ナナちゃんです。で、フレーズで発音してみましょう。I live.I が終わる前に L のポジションに入っておく。で、声は止めない。I live, I live, I live. こういうのがコツです。I live with, I live with, I live with my, I live with my, I live with my yellow, I live with my yellow Labrador. こうすると声を出しっぱなしの状態でつなげることができる。で、なおかつ子音も際立つ。I live with my yellow Labrador.I live with my yellow Labrador. I live with my yellow Labrador. はい。その次、R 行きます。R は舌をぐっと奥に引っ込めて、ってこもらせるんですけども、やっぱり、こういう息の要素も忘れずに、はい、この状態。で、そこから母音を乗っけていく。ラー、ラー、ラー。今度母音は、あー。今度母音です。ラー、ラー、ラー。はい。で、単語にする。ラーブ。これを、3回連続で。ラーブ、ラーブ、ラーブ。ラーブ、ラーブ、ラーブ。She's the one who robbed. She's the one who robbed and hid my slippers. はい。はい、この rap の R なんですけども、ちょっとこう、先取りしてあげて、その分伸ばしてあげる。who rapped, who が終わる前にも R のポジション入っておく。who rapped, who rapped, who rapped. She's the one who rapped, she's the one who rapped, and hit my slippers, and hit my slippers. She's the one who rapped and hit my slippers. では次は W です。W も R と似てて、うなり声なんですけども、やはり息をこう唇に吹きかけておきます。なので、唇にこう息の振動を感じながらやってください。はい、この状態で母音を乗っけていきます。わーわーわー。わーわーわー。
warrant, 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 warrant. はい。で、フレーズいきます。This comes with a three-year warranty. Three-year warranty. Three-year warranty. それぞれの頭の芯を、長めに取っておく。Three の th, year の y, warrant の、w.three-year warranty, three-year warranty, three-year warranty. はい。This comes with a three-year warranty. はい。そういう感じ。で、今度は Y いきます。Y。Y 自体ってこういう音なんですね。これを出すコツなんですけども、まず human のこれを出してください。で、そこに声をブレンドさせる。はい、human のこの音です。これを忘れずに。はい。で、今度は、母音を乗っけていく。e e e はい、e の母音ですね。e e e はい。で、yield yield 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 でフレーズにしていきます。You must yield right away to pedestrians. はい。Yield right away って道を譲ることですね。You must yield right away. You must yield. You must yield. でもここのポイントはこの Y ですね。You must yield. You must yield. こういうふうに息の摩擦が伴うこと。これ大事です。Yield. You must yield. はい。で、難しい人は you must healed, you must healed. こっから初めて healed, 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 healed. で、徐々にこう声をブレンドさせていく練習をする。You must yield right away to pedestrians. You must yield right away to pedestrians. はい。で、エクササイズはこれで以上になります。いかがだったでしょうか。それでは今回のまとめですけども、決して子音と母音が同時に出ることがないように注意しましょう。英語はまず子音だけが単独で出て、そこから時間差で母音が乗るっていう特徴があります。で、ちなみに日本語は全ての子音に対して母音がこうもう合体してきてる感じなので同時に出ます。立ちつてと、こういう感じで子音と母音が同時に出ます。でも英語風に言うと、てちちてち、時間差があります。こういうことですね。まあ、このように英語は子音中心の言語であることからこうたくさんの息を要します。なので英語の発音を良くしたいのであれば、常日頃からですね、ちょっとこう吐息混じりにルーズな発音を心がけるとそれっぽく、なってくるんじゃないかなと思います。こういった吐息混じりの発音のイメージができるかどうかっていうのが重要になると思うので、まあ、今回のエクササイズを通じて、そのイメージが、まあ、はっきり、すればいいなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye. Dr. D English. 英語の声を作る発声トレーニングにより、スピーキングとリスニングを飛躍させる英語発音専門オンラインスクール、発音コース、ドクター D 認定の発音トレーナーによるオンラインプライベートレッスン、動画コース、ドクター D イングリッシュの公式テキストを動画で学べる実習用のプログラム、詳細は概要欄にて。